車椅子利用で身長130センチです。低身長で男とみなされてないようなんですが、彼女を作るにはどうすればいいでしょうか。金以外のお願いします。乙武さんモテるんですよね。乙武さんを知らない人に説明すると、肩の先になんか、骨がちょっとついてるっていう状態で、肘はないんですよね。で、足も膝までがない状態の、男性で、僕と同い年ぐらいなんですけど、で、乙武さんモテるんですよね。で、なんでモテるかっていうと、乙武さんね、頭が良くて顔がいいんですよね。で、性格はひどいです。まあ、僕はその乙武さんの性格の悪さ大好きなんですけど、うん、乙武さん金持ってるだろうって言いますけど、乙武さん、今お金ないです。今はあるかもしれないけど、ちょっと前までめちゃめちゃお金なかったです。医者料とか、あと仕事、テレビとか全部干されて、その YouTuber になったり、なんかノートで文章を書いて、なんか1300円恵んでもらうみたいな、いう状態からスタートしたんで、乙武さんは今モテてるのはお金ではないです。で、乙武さんは前から性格悪いし、今でも性格悪いです。ただ、モテてますと。なので、まあ、頭の良さと顔じゃないですかね。はい。